えー、皆さんこんにちは、えー、司法試験2022年度、えー、あなたはどっち短期合格、えー、長期化する人のガイダンスを始めていきます担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹ですよろしくお願いいたします、えー、さてですね、えー、今日はあの私のガイダンスって全部一冊のレジュメになってるんですけどそれの七ページの、えー、この司法試験予備試験 長期化する人短期合格する人という部分のレジュメを使っていきます、えー、ちなみに司法試験の制度いや予備試験の制度知らないって方はですね他のガイダンスもありますしあとこのレジュメの1ページ目に概要を書いてますので適宜そちらも見ながら聞いていってくださいで、えー、今回のガイダンスなんですけど司法試験、まあ、予備試験も含めてね、えー、受ける方って めちゃくちゃゃく長期化する人いますあんまり言い方よくないんだけど旧司法試験の頃ベテっていう言葉がありましたこのベテっていうのはベテラン受験生の略なんですね、まあ、正直言うと当時の司法試験予備校まあ,あの特に、ね、年長者が多いと言われていた T 予備校なんかはまあ正直言うと年齢不詳な何年ここにいるんだろうっていう方がまあね当時喫煙室たばこ部屋あったんですけど。 そこでタバコ吸いながらいろんなことを言っていたという時代も聞いています一方で短期合格する人います予備試験でも昔の司法試験の時代でも大学在学中に合格これ短期合格ですねで今だともう予備試験なんか高校生で合格しているそういう時代になってきますじゃあこの長期化する人と短期合格する人の違いは何なのかこれやっぱり試験なんで えー、受受かかればいいんだけど早めににったことに越したこことと越しはないであと長期化する人の中には長期化した挙句ず,ずっと受からない方もいるなのでこの違いを探っていきましょうで初めになんですけど、えー、司法試験予備試験は範囲が膨大です主要科目は法律の7科目なんですけどまあ 例えば大学行かれたことある方、でこの七科目を大学で例えばね普通の法学部で履修してもだいたい六十から七十単位ぐらい必要なんです。えー、簡単に言うと大学生活四年の中の半分で七科目の勉強終わるそんなレベルなんですね。しかも別に大学の授業レベルをしっかりこなしたからといって司法試験を受かるとは限らないので、さらにその上のレベルなんですね。ということはめちゃくちゃ範囲が膨大です。 あと7科目のね本を本屋で買ってきてもこんぐらいになります。でさらにいつまでも受けることは可能なんですね、えー、これ一応、まあ、予備試験かロースクールかで司法試験受験の資格を得てから5年で5回しか司法試験を受けられないんですがもう1回資格を取り直すとさらに5回受けられるので。 結局は無限にに受け続け続るるここととができることになりますこれもちろんね完全に一生で誤解とか制限してしまうと憲法22条1項の職業選択の自由との関係で問題になるからなんですが、まあ、結論から言うとダラダラ受けることは可能で,すでねあの例えば高校受験された方多いと思うんですけど高校受験で浪人する方ってあんまりいないんですよね。 まあ大学受験なならそれれりにいるかもしれません。でも司法試験っていうのはいつまでも受け続けること可能だし例えば働きながら受け続けることも可能なんでずっと受け続けることがいます。ただねだらだらと受け続けると一生かかっても受からないことになります。でここで撤退と趣味の話って書いてますね、えー。司法試験撤退するって話は 特に20代ぐらいの方はよくされます。例えば極端な話ね大学1年生から司法試験の勉強をしていて3年ぐらいであ僕もう諦める撤退するよって話はありますあと大学卒業後勉強しててもうそろそろ諦めるよって方いらっしゃいますえこれはこれでその人の人生の選択なんでまあいいと思います私は一方で趣味一方で中には働きながら ライフワークととししててもう本当に趣味として私は一生試験法一生生、ね、試試験験ね司法受けるっていいう人もいますなぜかというとやっぱりね今までずっと司法試験やってきたから諦めるわけにはいかないんだでも、まあ、生活もあるし働きながらやるんだそういう方もいます、えー。それもそれで人生の選択なんで私はいいと思いますが趣味にしちゃうと受からないんですよ。で 司法試験諦めきれないいからいつまでも受ける私はそれ自体すごくいいと思いますし応援したいですただ趣味にすると受からないあのー、やっぱりね長期化する受験生の中よく聞きます、えー、僕司法試験の勉強してるんだって言うんですけど聞いたら夜何やってるかというとビー,ルビール飲みながらね野球の泣いた中継見てるんですよ、まあ、それじゃ受かんないですよねなので特に働きながらの方は私こう言ってます あの司法試験とか予備試験とか本気で目指すんだったらもう一個仕事をしてる感覚でいてくださいつまりダブルワークなんですねまあ自分のちゃんとお金を稼ぐ本業と司法試験っていう仕事がある、まあ、仕事だと手抜けないですよねもう一個仕事があると思って受けてくださいそうした方が短期合格しますとお話しさせていただいてますでは最初はこれぐらいにして えー、次ね具体的に長期化する人短期合格する人の違いを見ていきましょう、えー、まず括弧一番心構えです最初に申し上げておきます私個人的には心構えとか精神論とかあんまり好きじゃないんですよ中にはねあの営業のセミナー行くとマインドセットとかいろんな言葉出てきますはっきり言って私好きじゃない根性論とかただねなんでそう 根性論とか嫌いな竹山がここで心構え上げたかというと本当に違うんですよ長期化する人と短期合格する人の心構えなのでお話しさせていただきますまず短期合格する人これは2年で受かるぞなどと具体的な期限を決めていますあるいはこれに受からなかったらまともな人生を送れないから次で決めるなどと 覚悟を決めていますやっぱり期限決めないと人間ってね張りが出ないんですよ2年バシッと決める2年以内でやるんだそういった期限を切ってくださいもちろんねじゃあ2年で受からなかったら絶対諦めろとは言いません、えー、2年で受からなかったらどうするかは後で考えればいいじゃないですか、えー、計画なんか修正するものですそうじゃなくて受ける時はもう最初はとりあえず2年で期限を決めるそれで考えていく それが大事だってことこです。あと難関、えー、大学や高校の受験経験がある方は、えー、その時に勉強をどれぐらいしたか思い出すこれなんですけど、えー、難しい高校受験とか難しい大学受験された方もすごい勉強したと思います。ただ、ね、司法試験って、 あのあ今ね司法試験って言ってるけど全部予備試験を含む概念だと思ってください予備試験と司法試験の勉強法はほとんど一緒ですで司法試験とか予備試験の勉強時間ははっきり言って大学受験とかの日ではありませんなので大学受験の時これぐらい勉強したんだって方はもっと勉強しなきゃいけないそれをねぜひ思い出してくださいあと諦めない 何を当たり前のことを言っっててるんだ竹山って感じですよねでもね本当に諦めてる方多いんですすよ長期化する人えどういういことかえー、っとねこれまず司法試験会場行くと周り見てるとね寝てる人います。いやもちろんね全部終わって余裕があって寝てるんだったらまだいいんですけど、まあ、もちろんそんな余裕ない試験なんですけどねもう開始10分ぐらいで寝てる人いるんですよ。 もう諦めてる論述試験なら何か書けばいいしマークシートなら何かマークしとけば点数くるかもしれないのに諦めてる本当にね長期化する人これ多いです。あと、まあ、今年もダメだから、えー、とりあえず記念事件なんだみたいなことを毎年言っている方もいます。あの長期化するる人っってて諦めちゃってるんですね心のどこかではでこれ仕方がないことで人間ってね今年絶対受かるって期待して落ちると。 期待が裏切られると精神的ダメージが大きいんですよ。その精神的ダメージを避けるために長期化する人は中は諦めの境地で試験を受けてるんだと思いますでもそれじゃ受かりません精神的プレッシャー大きいけど絶対諦めない今年で受かるぞっていう意識が必要だし短期合格する人はそれが備わっていますあと失敗しても 自分にも原因があるとしてその原因を探る、まあ、この短期合格するとの逆が長期化する人なんですけど、えー、長期化する人は失敗しても全て人の責任社会のせい制度のせいにする人がいますいくつかお話をしさせていただきます 司法試験ってコロコロ制度が変わるんですけど大きくは2006年ぐらいにロースクール制度ができたことでしたで、このロースクール制度ができたことによってこのお金がある人しか司法試験受けられないだから僕は司法試験やめるんだという人がいましたでも違いますよロースクール制度できても旧司法試験制度ありましたし旧司法試験がなくなれば予備試験ができるんでその批判は当てはまりません ででもなんか自分のせいいにししたくないんでしょうね。あとは司法試験って担当論文あるんですけど論文がメインです。でも論文試験でいい点数取れない人はこう言います。まあこういうこう言う人がいます。あ試験官が僕の思想を分かんなかったんだ。でもね違うんですよ。あの試験官に分かってもらえないといい点数取れないんで。 試験官に分かってもらえるような答案を書けなかった自分が悪いんですよ。で、もっと言います。あの司法試験というのはその人の思想の独創性を測る試験ではありません。あくまで人に分かりやすいような法律文章を作る試験です。というかですね、裁判官、弁護士、検察官っていうのは人に分かってもらえるような説得的な法律文章を作るのが仕事なんで。 人に分かってもらえない時点で,ダメなんですよ自分だけ分かって人に伝わらない答案はダメだから最点官が自分のそう分からなかったんじゃなくて最点官に分かってもらえるような文章を書かなかった自分の落ち度なんですね。そういうことで短期合格する人は失敗しても自分に原因があるとして自分にも原因があるとして。 その原因を探っていきますもう少しお話をしましょうこれいろんなビジネス本とかにも出てるんですけどまああるいはね心構えの本なんかにも人間ってね何かを変えたいと思うと変えられる部分と自分でね自分で変えられる部分と変数自分で変えられない部分定数これを見極めます。で 自分で変えられなないい部分分はどう願っても変変ええらられれでです自る部分だけ着目してそこを変える努力をしていくしかないんですよね。で司法試験も全く同じのこと採点官変えられない制度なんかも変えられない変えられるのは自分の答案だけだから自分に原因があるとしてちゃんと自分の答案を直しておくそれが短期合格する人に必要です。あと論文式試験に焦点を当てる えー、担当論文ありますけど、えー、論文がね、本当にメインです。予備試験も担当、論文、講述ありますけど、論文がメインです。ちょっとそのお話ししておきましょう、えー。分かりやすいのは予備なんで、えー、予備試験の合格率を考えていきます。これ、他のガイダンスでもやったんで、まあ、聞いたことある人いるかもしれません。 で予備試験の合格率で大体4%ぐらいなんですね。どういう計算をするか、えー。担当式試験、大体1万人ぐらい受けます。で、20%ぐらい受かります。まあ、2000人ですね。で 担当予備試験の場合は担当に受かった人が論文に進みます。で、この2000人のうち20%が受かります。で、口述で。口述はほとんど落ちません。この400人のうち95%ぐらい受かります。 大体こんな計算ですで担当試験は誰でも受けられます。なのでこの1万人は誰でも受けられる1万人。ただ論文は担当を受かった人だけが受けます。 ということはこの2000人というのは担当を突破したそれなりの実力者です。この模者から20%を選ばれるというのはめちゃくちゃ大変ですだから担当の20%より論文の20%の方が価値があるですのでこの論文が中心ということですで司法試験の場合も担当で足切りがあって論文受験するので構造としては似てますあと担当試験というのは やればやるほど点数が伸びるんだけど論文っていうのは書き方があるからそれなりのコツをつかまないと書けるようにならないっていうのもあります。ということで論文式試験に焦点を当てる人が短期合格します。一方で長期化する人、えー、とりあえず受け続けていればいつか受かるだろうという気持ちで漫然と試験を受け続ける、えー、こういう人がいました。 あのねこれ時間軸ね司法試験受験生のレベルっていうのは年々下がっているから自分の実力がこうあればいつかこの時に受かるって言ってる人がいましたでもねこれ2つこのロジックには怪しい点があるんです何でしょうか一つは確かにマスコミ報道なんかでもっと言うとね あの司法試験にもうちょっと近いようなところで司法試験受験生のレベルは年々下がっているっていう噂はありました。ただそれって別に実証データで示されたわけじゃありませんよね。司法試験受験生のレベルが年々下がっているとか嘘か本当かわからないっていう問題が一つある。あとはこの人がそんな満点と試験を受け継げられて実力を保ってられるのか。ひょっとしたらこの人こうかもしれないですよね。 あとはもともとのレベルが低すぎてこうかもしれないなので今の実力の現状維持で受かるほど甘い試験ではありません司法試験予備試験受か,るんだ受かりたいんだったら攻めていってくださいもっと実力上げるぞっていうことでねじゃあ次これはまだ本気出してないだけもう本当にいるんですよ じゃああなたいつ本気出すすすんででかって話ですよねもういい加減してくださいってもうここまでね出かかるんですねこういう方いるとで俺はまだ本気出してないだけだから今年の受験は記念受験だみたいなこと言うんですよいやーじゃあ今年から本気出せばいいのにねって話ですあと失敗に学ばない何度何度も同じミスを繰り返すこういう方も多いですでね ちょっと具体的な勉強になっちゃうんですけど論文式試験で自分がミスしやすいところを例えばノートにまとめておくとかそういったね失敗ノートみたいなのも作った方がいいですそうするとね、えー、自分のミスとかが、えー、分かりやすくなりますあと他人の意見を聞かないで特にね合格者とかの意見を聞かない人が多いです あの長期化する人っていうのはね中にちょっとねあの考えが偏っちゃうことがあるんですね。えー、何々先生の言ってることは正しいけど何々先生の言ってることは間違っているだからこっちであるんだとかね、まあ、往々にしてどの分野の受験生でもそういうの好きなんですけどはっきり言います司法試験の場合ね合格者とかもう弁護士だったら合格者ですよね合格者の意見はそれなりに重みを持ちます。 なので合格してる人に何か言われたらそれはそうなんだと一回受け止めて考えていかなければならない他人の意見を聞かないで凝り固まってしまうと長期化してしまいますであと心のどこかでは諦めてしまっているこれさっきのね諦めないの反対なんですけどやはり今年は受かるかもって気分で受けて不合格だと かなり、ね、精神的ショックが大きいんですよなので心のどこかで諦めてしまっている方が長期化する人には多いですでここで司法試験は答えがあるか予備校に行ってさえすれば受かるかという問題について少し考えていきたいと思いますまず司法試験に答えがあるか担当試験は答えがあります で予備試験にしかない口述試験も大体答えがあります。あ口述試験というのは面接じゃなく、口頭諮問ってやつです、えー。大学院の入試なんかでよくあります。で、これ、学問的な中身を口頭で聞かれるということです。 で、問題は論文ですよね。で、論文は、あのね、一つの答えがあるわけじゃありません。えー、すごく長い問題が一問出て、それを書かせるっていう問題で、これね、いくつかのパターンがあるんですよ。ほとんど無数と言ってもいいかもしれません。ある程度のね、いろんなパターンがあります。なので、イメージとしてはこれ。かっちりしたラインはないんだけど、 この中のどこかに入れば合格こんなのが論文の答えのイメージです一つじゃない複数あるでもこのぼんやりと範囲に範囲の中に入れば合格こっちは不合格こんなことですねで このぼんやりとしたラインはまあ合格者だったら大体見えてるまあ特に予備校講師だったら大体見えてるってことですねなので皆様方はこの不合格の答案の状態からこの合格のラインにどう入れ込んでいくか、えー、これが中心になっていきますよろしいでしょうか、えー、次予備校に行ってさえすれば受かるかという問題です これなんだけどあのねこの予備校に通えば大体90何パーセントぐらい合格しますって予備校を作ることは可能です。どういうことかっていうと今でもね医学部受験の予備校なんかにはあるそうです。まあ、1年間、はい、このよ全寮制の予備校で缶詰です携帯電話スマートフォン没収です、はいえー、寝る時以外は全部予備校のカリクラムに従って勉強してください。 こんな予備校を作ればおそらくね個別指導も入って大体の人を合格させる予備校にできます。ただそんな予備校に需要があるかという問題ですよ。あの医学部のねご子息だったらねまた話はちょっと違うんだけどお医者さんのね司法試験を受ける人って本当に多様ですなのでそんな予備校に通うお金もないしあとは働きながらの人あるいは学生やりながらの人は時間もないよって人もいますよねなので そんなな予備校はデザインできないできいす必然的にレックまあ他の予備校さんもそうなんだけどのようなポイントだけを教える予備校になりますそれでもね入門講座の講義時間数は300時間を超えますで結構丁寧にはやるんだけどそれでもやっぱりポイントを絞った講義になりますなので皆さんの予復習の時間特に復習ですねとかが大事になってきますはい じゃあ長期化する人に戻ります、えー、失敗しても全て人の責任にするあるいは社会のせい制度のせいにする先ほど申し上げましたロースクールができたらから悪いんだろうかねただそんな自分の変えられないところに焦点を当ててもしょうがありません仕方ありません自分の変えられる担当の力を身につけたり論文の書き方を身につけたりそこに絞りましょうもちろんねその制度に疑問を持つことはいいことなんです でもその制度を変えたいならむしろ弁護士になってからの方が変えられますよね。力をつけないと制度は変えられませんで長期化する人に多いのは担当式試験に焦点を当てるこれも多いです。あの気持ちはすごくわかりますし人間の心理としては合致してます。なぜかというと担当式試験ってのは打てば響くんですよ。どういうことかっていうと勉強すればするほど点数が伸びる。 努力に比例する努力が可能人間ってこれ好きなんですね自分の努力がストレートに反映することは頑張る頑張れるだから担当頑張ってしまうでもね論文っていうのはなかなか点数取れないことがありますなぜかというと書き方のコツとかが必要なんですだから例えばねスポーツとかあとは芸術とかに近くてなんかね 力の伸び方でいうとこう伸びていっていきなりスランプがあっていきなり伸びるとかねこんな感じなんですねなので論文っていうのは力が伸ばしにくいその結果必然的に担当式試験に焦点を当ててしまう人がいるただ予備試験司法試験で大事なのは論文なので担当に焦点を当てない方がいいということになります次学習計画です 短期合格する人はきちんと学習計画を立てます何日までにこれを理解するこの問題を解くなどと具体的に計画を立てていますで計画はゴールから逆算するこれすごく大事なんですねあの司法試験っていわゆる積み上げ式の学習計画を立てると破綻します積み上げ式っていうのは司法試験に受かるためには民法はこれとこれとこれをやらなければならない 憲法はこここれとこれれれととをやらなければならなななけばで司法試験受験生ってすごい真面目なんでいや自分不真面目だって思った方司法試験を受けようと思うだけで真面目ですあなたはまあそれはいいんですけど真面目なんで忠実にね受かるためにはこれもこれもこれも必要だって欲張っちゃうんですよそうすると教材の量がドーンってなって一つ勉強するのに10年かかりますってレベルになってしまいます本当にそうじゃなくて例えば 2年で受かるんだっていうゴールを決めたらその2年間でどれぐらい勉強ができるかそこからアプローチしていくんですねじゃあこれとこれとこれを勉強しよう、えー、勉強教強度絞ることが大事になりますで特に隙間時間を活用するで計画ゴールから逆算しても相当ね膨大な時間がかかります司法試験合格にはそこで隙間時間の、えー、活用 例えば電車に乗ってる時間バスを待ってる時間、えー、5分10分勉強できるときありますよねそういうときに何をすべきかを考えておく例えばですね今皆さんスマートフォンをお持ちなんでスマートフォンにねメールかなんかで覚えるべきことを転送しておくそうするとこれ眺めながらね覚えられますよね、えー、司法試験には論証というものがあって論文のパーツなんですねそれをある程度覚えなきゃいけないそういったのも私がねおすすめしてるのはパソコンで打ち込んで スマートフォンにメールで転送して、それを眺める。まあ、そういった感じで隙間時間を活用する。あとは、あの気軽に見返せるようなコンパクトな本も売ってますで。適宜計画を修正する。やっぱり先が長いもんで、計画はね、すぐね、倒れてしまいます。なので適宜計画を修正すること。これも重要です。一方で長期化する人。えー、そもそも学習計画を立てない。 当ててずっっぽううにむやみややみたらでいいる方もいますでそれで受かる方ももちろんいるんですけど特に時間が限られてる社会人の方とか短期合格狙うんだったら計画はある程度は立てた方がいいです次学習計画を立てても守らないあの守らないんだったら立てた意味ないですよね立てたら守りましょうで守れなかったら修正しない別に守れなくてもいいんです ただ、修正しないことがよくないですね。あと守れなかったら自分への慰めに入るしょうがないんだとあの。自分への慰めに入るぐらいだったら判例の一つでも覚えましょうあの。司法試験ってそういう世界です。本当に合格をもぎ取ろうっていう意識がないとなかなかね合格できない世界なんでもう頑張りましょう。次教材のセレクト。えー、短期合格する人教材を絞り込む。 1>, 1科目インプット用教材12種類別に直前期に見直す用のノートはあってよい担当問題集ぐらいですインプット用教材っていうのは最初に例えば民法だったら民法の内容を理解するとか覚えるための教材ですそれは1種類でいいです論文の問題は解く特解くほど実力は上がるので数はあってよい他の文献は 理解できないところの理解を深めるどうに使う、まあこんな感じでいきます。で、インプット用教材に関しては、それぞれ一長一短。好みで選ぶという気持ちで、滅多なことで、他の本に手を出さない。で、インプット用教材ね。これ一冊で絞り込めない人たくさんいます。ちょっと長期化する人も見ていきましょう。教材を絞り込めない。 理解ができないと教材のせいにする A 君がまるまるの本がいいと言ったらすぐ浮気するはい、ここで民法を考えましょう民法、例えばね、塩見先生という本の民法を買ったとしますで、それ読んでると、なんか分かりにくいなとそんなとにね、司法試験受験生仲間の A 君がやってきていやいや竹山君、塩見先生の本読んでんのいやいや違う、内田先生の方がいいよって言ったら竹山君はね、浮気症なんです,すぐ内田先生に浮気するんですよ ででもも内田先生の本を読んでもよくわからない。そうすると A 君がやってきて、えー、次は中田先生の方がいいよって言って中田先生の本を読む。でもやっぱりよくわからない。これなんででしょうあの身も蓋も蓋ないいことを言います。資本試験の受験科目となっている法律っていうのはあのね結構書く内容がフィックスされているすなわち。 だいたいどの学者も触れられなきゃいけない、触れなきゃいけない論点っていうのは分かっててを書いてるんですね。だからもちろん研究者レベルの視点だと全然違うんですが、司法試験のレベルだと書いてることはそれほど変わりません。なのでもちろんね書きぶりとか説明の仕方はもちろん違うんで、そういう意味で、ね、本当に合わなかったら変えるっていうのはいいんだけど。 ちょっとわからないぐらいで他の本に乗り換えるのは得策と言えない書いてる内容自体はそれほど変わらないなので一冊これだって決めたらその本を貫き通しましょうインプット用教材はねで本当にどうしても合わないって時は変えてもいいけどそうじゃなかったらそれを変えないで特に法学部の学生さんなんかは法学部で指定された本をとりあえず使っていいと思いますよそれでいきましょういいでしょうか あと予備校を受けている方インプット用教材はレックだったらセブンサミットという教材で構いません論文問題集はたくさんあっていいですあと予備校を通っている方は、まあ、セブンサミット予備校のテキストを中心にしてあと学者の本は理解できないところの理解を深めるときとかに使えばいいと思いますいいでしょうかあちなみにねちょっと補足しておきますね もともと法律学特に司法試験に出る法律学は法解釈学と言いますこの解釈学は例えばね聖書だったら聖書の解釈とか歴史だったら歴史書の解釈とかに使う通り難しいものをこう解釈していくって側面があるんですよなので法律の本も結構難しいこと書いていることが多いですそれをじっくりと読み込んでいくという作業も時には必要です なので、最初からちょっと見て分かんないんじゃなくて、元から難しいものだっていう意識を持って、それにチャレンジしていく。そういった姿勢で言ってください。えー、過去4、インプット段階の学習法です。えー、短期合格する人。しっかりと理解する。理解した上で、論証というものを書けるようにする。えー、これ論文を見据えた学習です。 あの論証っていうものがあるんですね。論証っていうものは、えー。論文の問題の解くパーツだと思ってください。で他の講義でもやってるんですけど、ちょっとやっていきましょう。で、どういう時に使うかというと、法律の条文だけでは解決できないときに使う。何言ってんだって話ですね。で、ちょっとだけね。他のガイダンスでも、お話している権利能力って話をします。 権利能力っていうのはその名の通り権利をを持てるるる能能力あるいは義務を負える能力です何を言ってるかというと財産を持ったりすする能力ですあの生きてる人間にはありますよねでも死んでる人間には財産を持てないからないで昔は奴隷というものがありましたよくない制度ですけどね奴隷は財産なかっただから奴隷は権利能力がない一般市民は権利能力があるって時代もありましたただ今人間は平等でですので 生きている人間はみんな権利能力がありますあと会社のような法人も権利能力がありますで、ちょっと会社は置いといて今生身の人間我々を考えます生身の人間は自然人と言いますで、これ条文で自然人の権利能力は出生に始まるって書いてるんですね 当たり前じゃないかって思う人、うん、ある意味そうなんですよ民法ってて当たり前のことを書いてるんですね逆に言うと我々が当たり前だと思うことを民法にまとめたで問題はこれなんです出生に始まるって書いてるけど出生がいつかっていうのは民法の条文に書いてない例えばお母さんのお腹の中から頭のてっぺんだけ出てきたら出生なのか お腹まで出てきたら出生なのか、全部出てきたら出生なのか。で、なんでこんなことを話すのかというと、このタイミングによって、ね、例えば相続に影響が出たりするとか、あり得なくはないんですよ。なので、法律ってのは条文で大まかなこと決まってるけど、細かいことは決まってなかったりする。そこを補っていくのが解釈なんですね。じゃあ、この出生っていつか。 大きく分けてお腹の中から全部出たら出生だという全部露出説と一部が出たら出生だという一部露出説がえこれ、対立しております。 で、判例、通説は一部露出説です。で、この一部露出説だということを、理由をつけて書いていく。それが論証なんですね。じゃあ、ちょっと考えていきましょう。えー、出生とはいつか。えー、この点。えー、解釈の明確性。 観点から母体から全部露出した時とかにする。 感じで書いていきます。で、ちょっと説明していきますね。解釈の明確性の観点から、これめちゃくちゃコンパクトにまとめましたけど、要するに一部でも出たら出生だっていうする説は、じゃあ髪の毛一本出たらいいのか、頭 のこの辺まで出たらいいのかどうか、ちょっと曖昧な点が残る。全部露出したって方が、基準としては明確ですよね。なので、これ、明確性の観点から、母体から全部露出したとき。で、これちゃんと理由の部分になって、えー、全部露出したときが結論になって、出生とはいつか、これ問題点示してるねで問題提起となります。 これが論証って呼ばれるものです。で、これを書けるようにしなきゃいけないんですね。で、論証っていうものは、これあらかじめ準備しておくものです。あれです。料理の下ごら、ごしらえと一緒です。皆さんね、レストランにハンバーグ食べに行って。大体十分ぐらいで出てきますよね。 あれ、一から作ってたら、そんな時間じゃ出てこない。もう作ってあるんですね。役だけにしてあるから、10分で出る。で、司法試験の論文試験もそうで、この論証を一から考えていく時間はありません、実は。あの、限られた時間内で司法試験の論文を解くためには、こういった出来上がりのパーツは全部もう、覚えてるんですよ。すぐ書けるようにしていて、えー、独自の問題点だけをパッと把握して、その場で処理をする。そういうことで、 論章を準備していく必要がありますただこの論証というのは膨大な数あるので、えー、丸暗記というのはなかなか難しいなので理解した上で論証というものを書けるようにする必要がありますまさに論文を見据えた学習です <laughs> 私も今論証を書きましたけどこれ何かね見ながら書いてるわけじゃないですよ私頭で覚えてます覚えてるというかもう書けるようになってる理解してるから 理解した上で書けるようにしないと、なかなか覚えるのは難しい。で、次ですね。え、チラシの裏に殴り書きをする、単語帳を使うなど、受験生がやる当たり前のことをしてください。講義を聞くときは、ノートやメモの取り方にも気を使います。で、これね、ちょっと、 達成しましたけどチラシの裏に殴り書きをする単語帳を使うこれね論章って眺めてるだけじゃなかなか覚えられないんですよだから書いて覚えるとか単語帳ペラペラ見て覚えるとかそういったことが必要ですで、講義を聞くときはノートやメモの取り方にも気を使うんですけど法学部の伝統的な講義スタイルで講師は大事なことを口で言うこともあります今はね法学部の講義って進んでるんで パワーポイントを使ったりとかいろいろあるそうです。ただね、私が大学生をやってる頃はもちろん最先端の試みをしていた人もいたんですが、伝統的な講義スタイルをやってる人もいました。あの今でも覚えてます。大学三年生の時に国際法の講義を取った時、あのめちゃくちゃ有名な著名な国際法の権威の教授がいたんですけど、えー、その教授の講義はこうでした。やりますよ。 国際法とはその適用範囲を論ずるにあたってはい、今の沈黙というのは私が思い出したわけじゃなくてこれ教授がやってたんです何かというとノートに取るのを待ってるんですよだから口で教授が言ったことをノートに取らせるこれが法学部の伝統的な講義スタイルだったんです そんなな無意味なことやるかって話ですねただ法学部って、ね、西洋では伝統ある学問で中世からありましたで中世時代って出版技術が発達していないので教授しか知らないこのノートをのコピーを自分の手元に映し出すということが大変価値のあることだったんですね、うん。だからこういった講義スタイルがずっと通ってたわけです。 で今時ねそんな講義スタイルを取る人はいないんですがやっぱり講師は大事なことを口でしか言わないこともあるんですよなので講師が口でこんな話するかというと皆さんこれからねいろんな予備校の講義を受けるかもしれないあるいは法学部の人だったら法学部の教授の講義を受けるかもしれないでもちろん他の学部出身の人もいるんだけど やっぱり法学部出身の人の方が多いんですよ。とすると法学部の伝統的な講義スタイルが身についている講師は口でいろんなことを言うこともあります。大事なことは必ず書き取ってください。でノートやメモは後で自分が見直すためのものなので多少汚くてもいいです。自分は読めればいいと思ってください。あと判例通説ベースで理解する。あのー、さっきのね法解釈。<coughs> なんですけど、例えばさっきの出生に始まるも全部露出説が判例通説で全部露出説あごめんなさい逆ね全部露出説が判例通説で一部露出説を取る学説もありますただ判例通説の方で理解してください。 少数説っていうんですけどその他の説それを理解している暇はありませんただね刑法とか民事訴訟法っていう一部の科目は別です一般論としてこう思ってくださいでどうしても理解できないところはとりあえず飛ばす勇気を持つ法律学は一周回って理解できることが多い少し説明しておきますこれ例えば民法なんかパンデクテン体系というものを取っています パンンデクテ体体系ってのは共通するものは前にくくり出して体系です例えば数学で AB たす AC は A をくくり出して A かっこ B たす C っていうルールがありましたこれと同じなんですね例えば民法っていうのは詐欺って条文は96条ってとこにあります でも売買っていうのは、民法5百5条にあり、えー、失礼しました。5十五条にあります。賃貸借っていうのは、賃貸借ってお金を取って物を貸すことで、アパートを貸すなんかが定型例です。民法601条にあります。一条からですね。 でこれ何でかというと騙されて物を買わせることもありますよね詐欺売買。騙さってことは詐欺っていうのはいろんな契約に共通するから相当前の条文にくくり出されてるんです。ってことは逆に言うと騙されて物を買ったことを本当に理解するためには、まあ、民法ってね頭から。 学習していくんですけど96条をやっただけじゃダメで条ままででいいかなななとと本当は理解できないことになりますねで詐欺賃貸借も詐欺やっただけじゃダメで詐欺から行って賃貸借を勉強して初めて分かることになりますこのように前の方に共通することがくくり出しているので最後まで行かないと理解できないっていうのが、えー、法律の向上です。 で民法はこうですし、あと民事訴訟法っていう法律もあるんですけど、これは連関構造をしていると言われます。<noise> 連関構造っていうのは、こういう構造ですね。 ということはこれどこから勉強してもいいんだけど例えばこっから勉強するとしますねこっから勉強するとここやここ知らないからここ知らないから最初よくわかんないでここまでいくとこことここわかるけどこことここがまだわかんないからまだ半分よくわかんないで最後までいったらよくわかるそういう構造になっている科目もありますなので最初に全部理解することはできないだからどうしてもわかんないところは飛ばす勇気を持ってください でさらに言うと一周だったらダメなんですよ何回も何回も勉強して初めて分かるこれがえ法律学です、えー、私のね先輩は司法試験の先輩はこう言ってました結局司法試験って同じ本を何周回せるかで決まるその通りだと思います何回も勉強する必要があるんだという頭を持ってくださいで早い段階で問題意識に取り組む やっぱり問題を解くと理解も深まりますので問題演習を早めにやるで,できれば民法からやるこれレック体系もそうですなぜかこれねあのもちろん法学部とかで、ね、憲法からやってしまった方それはそれでいいですただまっさらな状態で始めるんだったら民法からやることをお勧めしますなぜかまず民法って一番量が多い一番量が多い科目を早めに潰した方がいい二つ目 民法ってね法律がの一番基礎なんですだから民法でやった概念をいろんな法律で利用する3つ目身近だってコンビニでお茶を買うことだって民法の売買契約あと役に立つえこういうことで民法からやることをおすすめしてますで逆に憲法からやる予備校さんは多いんですけど憲法からやるのはおすすめしてないなぜかというと憲法っていうのは法の法です 憲法っていうのは、下位にある法を。矛盾したら、無効にする法律なんですね。ね、矛盾したら、無効にするってことは。えー、この。下の方の具体例を知らないと。正直、これ。わかんないですよね、憲法って何なのか。 ということで憲法を最初にやるってことはちょっとリスキーなんですよ。下の法律が分かんないから、何かね民法とか下の法律をやってから憲法をやるのはお勧めしてます。はい、えー、それではですね次ですね。長期化する人です。まあしっかり理解しようとしないで記憶しようとしない。えー、これ理解と記憶、理解と暗記って一見矛盾するようなんですけど司法試験には両方必要です。 あの正直理解しないと暗記できるようなものではありませんのでしっかり理解しなきゃいけない一方で記憶も必要二つ必要なんですねであと論証を書こうとしないあのもちろん中には眺めてるだけで覚えられる人もいるんだけどそうじゃない人はやっぱりね書かないと覚えられないんですよ書いてくださいでただベタっと本読んでるだけでベタっと本読んでるだけで ももちろん覚えられる人もいますそういう人はいいんですけど大多数の人はそうじゃないんで本を読んでるだけじゃなくていろんなことを考えて記憶できるようにしてくださいで講義もぼーっと聞いてるだけ必要なメモも取らない少数説にも必要がないところでこだわる理解できないところをずっと考えてその結果を諦めるこんな人は長期化をしてしまいますで次アウトプット問題演習ですね こののの段階での学習法で短期合格すると担当の過去問を解くやっぱりあの予備校の問題のとこもあっていいんですけど過去問がね司法試験委員の作った問題なので過去問ベースでいきましょう担当の過去問を解いてくださいで論文の過去問は早めに潰すもう早めにやってくださいなぜかというと早めにやることによってゴールは見えるしあと出題傾向もこんな感じで問題出るんだなっていうのが分かる。 で試験直前の力試しに取っておくという人がいます。でこれね、まあ、大学受験とかそのほかのね試験の受験にも多いんだけど試験直前の力試しに取っておいても大抵解きませんそういう人は。なので取っとかないでとっととやりましょうむしろね初期段階で問題見といてあこんな問題が出るんだなってイメージ作っておいてインプットの勉強して後から解くっていうのも有用です。で答練をしっかり受ける。当練っていうのは 答案練習会の略です担当の答練もあるんですけど担当はねそこまで重要じゃなくて論文の答弁が重要だって論文の答練って答案を書いて提出して解説講義を聞いてあと添削して答案が返ってくるその添削がめちゃくちゃ重要なんですよ。人に見てもらわないと自分で答案の復習返ってきた答案の復習をしっかりする。 で知識の補充だけでなく書き方も直すで書き方非常に重要なのでここで書き方を直すようにしてくださいで場合によっては答案の書き直しをするこれ結構重要です特に全然できなかった問題はもう一回問題解いてみるっていうのも必要ですで場合によっては写経をする写経っていうのは優秀答案とかを書き写してみるってことです でこれ、ね、講師によっては全くおすすめしてない人もいます。で私は個人的には書き方が重要な科目に限って、まあ、1回か2回ぐらいやってみるのは非常にいいと思います。書き方が重要な科目でかつ書き方が分からなく。 えー、そして12回なら写経はありですで書き方が重要な科目は例えば憲法とか刑法とかこういう科目ですで書き方が重要な科目で優秀答案を丸写しすることによって何となくあ こういうふうういいいいふに書けばいいんだのが見えてきます。ただねただ写経するだけじゃもったいないのでこれねぜひねやってほしいことがあるストップウォッチまあスマホのタイマーでもいいんですけどそれで1枚あたり何分かかるか測ってください。でそれがあなたの何も考えずに写しているわけですからね それがあなたの現時点での答案1枚書く最高スピードです司法試,試験ではね答案書くスピードっていうのも意識しなきゃいけないで正直文字の書く速さっていうのは個人差あります今手書きですからねなので最高時間を測っておくっていうのは非常に有用なので写経をするんだったらストップウォッチも使うぜひやってくださいで合格者に答案を見てもらってアドバイスを素直に聞く。 これが必要ですす一方長期化する人格問解かないもうさっきの反対ですね。格問は試験直前の調整に使うといって取っておく。答練を受けない。実力がつくまで答練を受けても意味がないと言い訳して答練を受けない、えー。これもよくあります。答練を受けても今書けないからもうちょっと実力がついたら申し込みます。逆なんですよ。 討論の日が一週間後にあります。これはね、強制的に設定するんですよ。で、討論も申し込んで強制的に設定して、その日を試験に見立てて必死に勉強する。一夜漬けでもいいんですよ。あのね、一夜漬けって悪の権元みたいに言われるけど、あの学習法としては非常にいいですよ。あの要するに討論の日を一夜漬けに見立ててそこまで必死に勉強して吐き出す。これってね、繰り返せば繰り返せば実力つきますよ。なので。 当連の日日を試験日と見立てて必死に勉強すす。るんです民法の何々が出ますっていう日まで必死に民法の何々を勉強するそして本番だと見立てて吐き出すこれがね必要なんですよだから当連をペースメーカーにするとか目標にするっていうんですけどむしろ当連の日を設定してその日までに付け焼き場でもいいから実力をつけるそして実力をアップするこれがいいですで結果インプットばかりしてる のの書き直しない写経しななないいい合格書のアドバイスを聞かないこんなのが長期化しますで試験時の違い、えー、実は試験時も全然違います短期合格する人は最後の1分1秒まで諦めないただね頭真っ白になっちゃうこともあるでしょうから気分転換の手段を持っているで私はねあんまりよくないかもしれないけどトイレに行ってましたあの試験時間中に必ず1回は行ってました あのトイレに行くことはできますただカンニング防止のために試験官がついてきます。でどうするかというと問題を覚えていくんですよ。論文だったらね論文の問題を覚えていって頭に入れた上でトイレに行くとなるとなんか思考がクリーンになるじゃないですか一瞬引いてみれるなのであこういうことがあるんだってね、えー、か冷静に考えることができた。であとね飲み物を飲めるんですね。 司法試験や予備試験で2つ付きのペットボトルの飲料なら飲めますなのでねドリンクを三種類ぐぐらい持って行ってまあこういう気分の時はこれ飲もうとかこれは甘い甘いのはこの時飲もうとかねそういった気分転換の手段もあります一方長期化する人もはや諦めているあのあんまりね試験中にキョロクロするのは良くないんですけどキョロクロしたらとんでもない事件がいっぱいあります先ほど申し上げた通り開始10分で寝てる人あとね 今でも思い出す予備試験の論文民事訴訟法がめちゃくちゃ難しかったんです第1回目の予備試験で私は正直ね本当に二に2枚ぐらいしか書けなかったでもねなんか答案が試験終わった時にね前の人か後ろの人は答案見に行ったんですよほとんど白紙でしたねもう1ページ目の3行とか4行しか書いてない僕びっくりしましたえだってね 担当を受かってる人ですよ。それなりに知識ありりますよ。それなりに担当を受かるってことは何か書けるんですよでっち上げでも何か書いたらいいのになって思ってましたねあと途中退出するあの今はできませんできた頃もあると聞きましたがこんな人はもう意味わかりますよねで試験最中でもやる気がないで逆に気分転換の手段がなくパニックになると脱出できないこれもこれで問題ですで司法試験の会場にいるとね えー、例えば貧乏ゆすりしてくる人とかずっと舌打ちしてくる人とかいっぱいいますいっぱいって言ったら過言ちょっと言い過ぎですけどいますいろんな人がいますあんまりね周りの環境に、えー、左右されずにちゃんと東和に集中できるようなコンディションを保っておくというのも必要ですえ今日はね短期化する人長期化する人の違いを明らかにしていきましたから皆さんはこれからね 短期合格する人の姿勢とか勉強法にこう自分を寄せていってください。そうするとね、司法試験、予備試験、短期合格できることになります。えー、ぜひこのガイダンスを生かして、えー、試験頑張ってください、えー。それでは、あなたはどっち、短期合格長期化する人のガイダンスは、えー、本編は終了しますが、若干ね、えー、少しだけレックの講座の説明もしておきます。 えー、レック予備試験始めに最初に始めるのは入門講座というものを受けますでこのガイダンスもう予備試験合格したとかロースクール終了してるっていう人は中上級っていう分類になりますレックの場合はその場合は中上級のパンフレット別にあるので視点、えー、の方とかにご相談ください私もねもちろん中上級の講義もやっていますでこの えー、外達は入門講座だけ絞っていきます。えー、司法試験でして、えー、講師4人います。これ私ですね。で、講師っていうのはね、正直相性もありますので、実際に YouTube とかで、ね、講師の動画上がっています。で、えー、この人だなって思う講師のね、ついていけばいいと思います。で、レックの講座の特徴です。このね、 パンフレットの22ページ目で3ステップ学習法ってありますけど1年目大体2年コースなんですレックは1年目がこのステップ1ということで入門基礎固め入門講座3時間講義107回ですでここで7科目の基本的な概念を学びますインプット講座ですさらに論文基礎力養成討練って本当に基礎的なことを書く討練もついていきます これでしっかりインプットをやって、2年目が問題演習になる。えー、合格答案作成講座、担当合格講座です。であと、答錬もあります。で、合格答案作成講座っていうのは、答案の書き方を学ぶ、えー、講座になっております。で、さらに担当合格講座、担当の解き方を学ぶ講座。で、この2年をがっちり対策していただいて、予備試験に臨んでいただくというのが、レックの基本カリキュラムです。 ただ、ね、1.5年コースとかいろいろありますのでそれは、ね、個別に視点の方に聞いていただきたいと思います。で、レックの特徴としてはさっき申し上げた通り、民法から始まります。これね、他の予備校と違ってすごくいいところです。私自身も思います。これ、あのレックの回しもんだからね、民法から始まるのすごくいいよじゃなくて本当にそう思います。なのでね、民法から始まるこの入門講座を 受講してねぜひ合格勝ち取っていただきたいと思っております、えー、それではガイダンスコールにて終了いたします、えー、お疲れ様でした